バドラズという名前の真剣を奪って自分のものとした。次に一部の未彼の父殺害に賛同したナルトたちを虐殺し、残ったナルトたちには無理難題を押し付けてできなかった時にこれを殺戮した。こうしてナルトたちの数はわずかまで減少した。その後バトラズはさらに父の死の原因が天上の精霊、天使たちまであると考えて虐殺した。 このため精霊たちに訴えられた天上の神は、バトラズの死を決定した。かような大虐殺を犯した、彼は神々により法上と戦士の誇り、祭主に対しての罪をその身に負うのだが、彼がその剣を捨てるまで誰も、彼の命を奪うことは叶なわなかったという。力を使い果たしたバトラズは生き残った、ナルトたちに、自らの真剣を海へ投げ入れることを命じるが、 あまりの重さのため海に投げ入れることを諦め、隠してしまう。しかし剣を海に投げ入れると何が起きるか知っていた、バトラズは、ナルトたちの嘘を見抜くことができた。そのためどうしてもバトラズの言う通りにしなければならないと、悟った、ナルトたちは何千頭もの獣たちに剣を引かせて、海辺まで運び、どうにか、海に入れることができた。すると、海は荒れ狂い、沸騰し、地の色に染まった。 それを聞いたバトラズは安心して死んだと言われている。近年はオセット人のナルト・ジョジシとケルトのアーサー・王伝説が共通の起源を持つという説が注目されている。この説で特に注意されている伝説の一つはナルト・ジョジ氏の大英雄バトラズの死とアーサー・王の死との間に顕著な類似が認められることである。アーサー王は・は死の直前、騎士、ベビアに湖に エクスカリバーを投げ込む、よう指示する。しかし、剣の美しさを見た、ベティビアはあまりにもったいないと感じたため、剣を隠し、湖に投げ入れたと嘘の報告をした。しかし、アーサー王に剣を投げ入れた時子に、何が起きたかと聞かれると答えることができなかった。アーサー王に嘘を責められた、ベティビアがついに剣を湖に投じると、湖から手が現れて、剣を受け取り、 三度を振った後水の下に消えた。そこで、ベティビアは見たことを、アーサー・王に伝えた。この二つの物語は明らかにパラレルな関係にあり、故に、バトラズは、アーサー・王の原型であるとされる。また、宝物、ナルタモンガは、ナルトたちが語る自らの冒険談が真実であるかを、判定することもある。ナルタモンガは、アレガ敵によって管理されるのが慣例だが、 女ジ,ジシではこの魔法の杯を守護するのは名誉あることとされ、誰がこの栄光を得るかで争いがあり、最大の武勇を誇るバトラズは、ウルズメグやソズリコ、ソスランを押しのけて、ナルタモンガの守護者となった。このナルタモンガの起源は、オッセト人の祖とされる、スキタイ人に、天から降ってきて、所有者を選ぶ神宝の伝説があり、その中に、黄金の杯があることから、 スキタイ人の伝説に遡ると考えられている。ありがとうございます。